紹介していただきました栗山です。よろしくお願いいたします。私は今日は、主にというか認定NPO法人国際文化を配慮してこちらに持っております。皆さん若い方いらっしゃるので古代文化の会って古代文化っていうのがあるのかネーミングも変だなというふうに思われるかもわからないんですけれども、私たちは、なかなかといいますか300人ぐらいの小さな NPO をやっておりまして、でその小さな NPO がですね、なぜこういう人材育成みたいなところに、関わってきたかというようなところを思い込めまして、少しお話ができたらいいかなというふうに思っています。この赤いマークは、古材です、木材です、そういう形で、私たちがこういったことに関わったというところからご説明していきたいと思いますが、ちょっとここで古代文化の会というのだけは知っていただきたいなということでご報告するんですけれども、古代文化の会はですね、1994年ですから25、6年前に発足した会です。でその頃の時代っていいますのが、全然そんなことはまだ生まれてないわっていう人もたくさんここにはいらっしゃると思うんですけれども、その頃時代背景としてはバブルって言われた時代でした。もう本当にお金の価値が全てを決定するっていうようなそういう時代でして、大量生産、大量消費ですね、今のその価値観とは本当に違うところでの本人ですね、その一番の投資の目的になったお金の価値が生むと言われたものが土地でした。で土地の町の中の土地の上には当然建物が建っているわけで、その建物の価値よりも土地に価値があるということで、土地を売却をするときには建物が邪魔になりますので、どんどん建物が壊されました。で一方ですね、私たちがその危惧をしておりましたのが、この、元になったのが環境的な観点で私たちが関わってたことがありまして、それは山でした。で山はですね、でそのここでちょっと建物とは関係ないようなところを表を出しましたけれども、山で材木が育ってですね、で10年20年30年かけてですね、50年60年したものをお家に建てるための材木として使います。でその頃建物がどんどん壊されていってしまいますと、30年40年で全部焼却していってしまうんですね、建物。そうしたらとてもじゃないけど、材木はいっぱい山にストックしているとは以上足りなくなっている。京都も含めてですけれども、日本の山は大変そこが浅いですから、ですからそういったところでこんな使い方をしてたら、こんな建物の使い方をしてたら、これは絶対ダメだよね。その下のところにあります、家の寿命を長くするというところをもっと長く、80年、90年、100年と進めるようにしていかないと十分な山の木は育たないし、今その山は疲弊してくるよね、日本の山は将来ダメになりますよねというところもありましてですね、それで一つの、山の観点から言っても建物は大事にしていかないといけませんねっていうような、そんなところから私たちがこの始めたというところがあります。それとその時代にあったその
その時の時代にどんどん壊されていった大変貴重な建物が壊されていったというのを目の当たりに見ましたので、その家も大事、それから壊されたものは、建物は建っている時は財産で資産ですけれども、一旦横に寝てしまいますと、解体されてしまうと、もうそれはゴミになってしまいます。産業廃棄物なんですね。中間がないんです。で、私たちはやっぱりそれをちゃんと、またもう一回使えるものは使っていこう。山の木ももったいない、建物ももったいない、財ももったいない、これなんとかしたいよねっていうことで立ち上げたものでした。で、その時私とこの古材文化の会の、それで今その古材というところに戻るんですけど、古材、財というところに大変こだわったことでした。で、その時立ち上げた時の、ちょっとこの先日まで館長をやってくださってたのが関西大学の永井先生だったんですけれども、永井先生の言葉の中にですね、そういったいろんな一つ変異一本であろうが、形あるものには文化が宿っているんだ、私たちは今この時代にどういう文化を次の世代につないでいったらいいんだろうかということを、まあ、提言されましてですね、私たちもそれに感動いたしまして、でこの会を立ち上げたという経緯がありまして、その時は本当にその物、財、それから建物、そういったものに大変心がいっておりました。で、そういう形で、立ち上げてですね、でも立ち上げてすぐ後に阪神・淡路大震災、皆さんも記憶にまた新しい方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう大変不幸が私たちの現在として見舞っていきました。で、その中でですね、私たちが財にこだわっていた、そういったものが対応をできなくなってしまったというのは、いろんなもうその時はこんな建物が壊れないと、こういう建物がここであるんですけども、どうしようもないですというのが、朝から晩まで電話がもうなってですね、それの対応に大変困ったという時代がその時だったんですね。その時に私たちみたいなこんな微力なものでは、人数ではとてもいないけど対応できない、その壊れる建物、失われていく建物の中にはみんな人が住んでいるわけです。その人の命がどうこうしている時に、その建物のことで何もできない、そういう大変無力感がありましてですね、これはそういう対応したり話を聞いたり、いろんなその知っていくっていうような、そういう人がたくさんないと、これは私たちでその一つ一つのものにこだわっているというようなことではなかなか対応していけませんねということで、で2005年にそれまでにそういう人のどういうことで人を増やしていったらいいんだろうということをいろいろ模索をしたんですけれども、なかなかこれといった方法が浮かばずですね、でいろんな、もちろん私は建築士会、建築やってますから建築士会にもう声掛けをしました。行政、京都市さんにも京都府さんにもいろんなところに声掛けをしましたけれども、なんとも動きようがなかったということがありまして、もう私とこのこんな弱体ですけど、じゃあもう単独で始めましょうということで、これで2005年だったと思いますが、伝統建築保存活用マネージャーという講座をオープンしました。それは先ほどお話があった神戸の事例がありまして、神戸電磁法というのはされていますけれども、建築の建築士会が指導をして始めたことでしたけれども、そういった建物に寄り添う、人に寄り添う、何とかしていくっていうような、そういう人材をもっともっと広げようということで、その時今日からオファーがあったのは神戸でこれやった、もしこれが京都で起きたら、京都は木造の町ですから、お守りだけになったら記憶も残らない、もう都市の形がなくなりますよって言われて、本当にそうだねっていうことで、私たちが始めたところが
この、伝統建築保存活用マネージャーというのを講座を始めまして、その時の、講座が4年間あって、で4年間のそのいろんな実績を積んだ上でまた呼びかけをしたところ、京都市さんが乗ってくださった、景観まちづくりセンターが乗ってくださったということで、いやそういうことになったんですね。ですから上からというか、そのところになりますと、やっぱり国交省の方もいろんなそういう災害がどんどん起きていく中で、なんとかそういう人材養成をしなきゃという意見は高まってたんですけれども、国交省から降りてきたということではなくてですね、民間のたった本当何人かの医師から始めたというのが、長く続けられたという、そういう、一つの理由になるのかなというふうに思っています。で、だんだんそういう機運が高まってきたということもありましてですね、2009年にはその今の、ちょっと今それまでやってた講座をスキルアップしまして、京都市文化財マネージャー今の講座が開かれて、これでもう12年ということになっています。で、小沢さんが単独でやってた時の4年間を含めますと16年間というところになっていましてですね、今この現在に来ているというところです。その後、平成の、24年には建築士会が主になっておりますから、全国の建築士会連合会がヘリテージマネージネットワーク協議会というのを立ち上げまして、でそれで全国的に、そういうヘリテージの、委員会がつながってきたという、その時には、京都はもう200人ぐらいの就業者を出していたというふうに思っていますが、そういうところをもとにして今の、その、伝統建築保存活用マネージャー会コモっていうのを立ち上げて、全国的なその伝統の中に仲間入りをしていったというところがあります。でその後に、これはまだ本当に記憶に新しいところですけれども、熊本の地震がありました。で、このこういうネットワークがあってですね、で、九州では九州のブロックで大変横の連携ができていたということで、熊本地震の時にはもうそこにそういうヘリテージマネージャーが持てたという、そういう、実績があります。近畿はどうなっているか、近畿はちょっと足取りが重いんですが、でも私たちの、単独にその組織としてはないんですけれども、各その都道府県のヘリテージマネージャーたちの、私たちの顧問に相当するような、そういった会では横の連絡を取り合って、京都でもしか何かあったら、大阪でもしか何かあったら、その町の人は動けませんから、その周辺の人が動いていこうというような形で申し合わせ書みたいなところを取り交わしています。現在はですね、こういう形で、時代も変わって価値観も変わって、古い建物が大事っていうの、そういう機運は高まってきていますし、それとその人材の確保も、これを先にしましょうかね。これが今現状のヘリテージマネージャーが各都道府県、47都道府県でどのようにされているかという一覧表なんですけれども、この中で先ほど笠原先生からもありましたけれども、2県だけですねはまだちょっと見て、でもやる意思はあるんです、どうしていいか分かりませんみたいなところがあるんですが、でもこういう形で、45都道府県は講座を開いております。で、中断しているところもあります。いろんなところがあるんですけれども、とりあえずそういう形で先ほどの人数よりも、これは今年の秋の集計ですので、これで4772という数字が出ておりますけれども、多分日々これ増えていっているので、今はもう全国で5000人程度のそういう就業者が出ているのではないかなと思いますし、京都もあの赤いところにあるように、先ほど365人が文化財登録、文化財マネージャーの登録をされているというふうにおっしゃってましたので、それでどんどん増えています。今年また
京都は、1月からですね、1月も来月ですけど、来月からまた始まりますし、それには36人の受講者が、もう決まっております。で、今こういう形で、私たちの顧問のところにもですね、360人ぐらいの登録者があってですね、日々連絡を取りながら活動しているというところです。それと、今年は画期的なことがありました。先ほど笠原先生の方から、京都府はどうしてんねん、京都府建築士会はどないなんねんっていう話が出てましたけれども、今年はですね、先ほど、文マネ文化財マネージャーもの講座も3団体でやっているというふうに実行委員会を立ち上げたというふうに言っていますけど、今度は4団体になります。今年から京都府建築士会が入っています。でから今年ですね、京都府さんもちょっと重い腰を上げたというところがありましてですね、文化財マネージャーのほどのものは行政からちょっとやっぱ管理バージョンでもうとりあえず右発車でもやりますということで、まあ、区議会が通りましたということで、これはこの秋からですね、3日間という講座をやっています。それが大変今年のビッグニュースだなというふうに私は思っています。これが先ほどのチラシが入りましたが、文化財マネージャーのチラシです。文化財マネージャーはですね、これをこうプランニングをしてくださったのが中川仁志先生がカリキュラムとかいろんなところで今も、塾長というか私は塾長で座長をやってくださっているこのカリキュラムを作って先生の内容をチェックし、いろんな形で来てくださっているんですけれども、総合講座として10時間それから文化、技法関連で16時間保存活用で12時間まちづくり6時間それから演習実習で16時間それから修了演習で6時間ということで計66時間をこういう形で書いていこう組んでですね、でやっていますが、で実際はこんな形で実測調査から報告書を作るというところがありまして、でこれは今年の発表会、7月27日に発表をしてもらう。これはゼミみたいな形でグループ範囲でやるんですけれども、そういった実務をしてもらっています。それからこれが今年から始まった京都府文化財支援コーディネーターという名前の、そういう天狗目の報酬です。これは3日間ですのであんまり詳しいことはできません。実は先週の日曜日が、3日目の講義と、終了発表会というのがありましてですね、こんな形で実際に講義とというか自分で見つけてきたというところまでできませんので、与えられた課題で発表するというのを速攻2時間ぐらいでですね、全部それをやっている。本当にこれは、学生さんとそれから、まあ、成人の方がジョイントでやるみたいな形で、学生さんがそういうパソコンを駆使しましてですね、野鳥を取り込んでそれに対してのプレゼンを行うというのをやりまして、大変面白い講義ができたというふうに思っています。それと、先ほど言ったその京都府はまたこれからどういう形でそういう人材を生かしていくかというところはまだ未定なんですが、でもやっぱり文化財を公開していく活用していくといった時には安易な活用安易なその利用というのをしたいためにも、やっぱりそういうこうちゃんとその建物が愛している方をそこに貼り付けるというのが必要だということで始まった講座です。ここも同じような形になっていると思うんですけれども、文化財マネージャーの講座を受けた人はオレンジ色の人が受けた修了者ですが、は、文化財マネージャーに、京都市の文化財マネージャーに登録することができますし、また私どものやっているその顧問
宇賀の方に、私たちは勝真根って言ってますけど、課長マネージャーの方に登録をしていただいて、こういう右にあるのはですね、今こんな活動をやってますっていうので、みんな入りましょうねという、この間ちら配ったチラシなんですけど、そういった形で、現在ある活動の中に参加することもできるし、私こんなんやりたいということで自分から発案して人を集めて活動していくということもできるということで、大変フリーに活動しています。でこれが全国的に連携をしているということになっています。いろいろ頑張ってやってきてきたつもりはしていますがですね、なかなか、その言ったって日本全国で5000人いたってどうよっていうくらいのことだと思うんです。もっともっと人が増えないといけないし、講座も充実したものになったらいけない。民間でやれること、それからいろんなことで、どこでやれることが違いますから、いろんなところでいろんな形で人を育てていかないといけないだろうなというふうに思っていますし、実際私たちがやっているその講座の中でも、先ほど指摘があったように近代建築についてはなかなか講座としては1単位かな2単位かあるんですけども、それだけでもう全然分量分ということがありますし、またその元々の範囲が、建築の範囲が広すぎてですね、なかなかそういったところまで手が回ってないというのが現状です。ということで、課題はたくさんあります。すき家であったり、京都で地方から、私たち の講座には地方から来てくださる方もあるんですけれども、京都で勉強できるんやからすき家が勉強できると思ってたわっていうような意見も聞きます。それがなかなかフォローできてないというのが現状ですし、それとまだ京都はですね、先ほど石川さんの話にもあったように、これを終了したらいろんなところで自分の力が発揮できる、それからスキルアップができるっていうところはいくつかあるんですけれども、なかなかその地方の都市になっていくと、そういったところも数少ないということで、京都で講座を開くっていうのはそういう機会も含めて皆さん求めてこられるのではないかなというふうに思っています。で京都は先ほど京都方式といって、このみんなヘリテージの中では言われるんですけれども、枠を作らない、日本全国どこの人、外国の人でも構わない、意思のある人は勉強ができる、資格も問わない、年齢も資格も性別も何も問わない、その代わり講座の中身はしっかりやります。文句はすごく広く、実際やることはシビアです。で学生さんにも参加してもらえるようにということで、そういう形にしたんですけれども、一単元来られても30分以上遅刻したらもうその単元は欠席になりますので、もうオール参加でなかったらその途中には終了できないというような形にしています。それからそのグループで取り組む、その演習の時もですね、必ず何かを担ってもらうような形で参加をしていただくようになっていますので、なかなかついていくのは大変だという意見も聞いています。それからそれは私たちができる範囲のことですけれども、ここで私たちがいつも思うのは、やっぱり学校っていうところがですね、大きなこれからそういったものの責務を負うんではないかなというふうに思っています。学校はですね、大学だけが学校じゃなくてですね、小学校、もっと前からのその建物とか町とか、そういったものに対するその興味をこう育てるような、そういう教育が絶対必要だろうなというふうに思っていますし、それはその大人が子どもに教えるというんじゃなくてですね、それもありなんですけど、子ども同士で教え合う、兄弟同士で教え合うような、お兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に町を歩くとか、そのいろんな人のうちにお伺いをするとか、いろんなそういうような生きた、そんな教育が必要だろうなというふうに思います。それと先ほど佐良先生からここで開講されています、5年前からその活動されていますという、そういう方法も含めてですね、大学できちっとしたその伝統建築に対するその重みとかですね、
ですね、その技法的なものももちろんそうなんですけれども、それを残すことを保存していくこと、それからその認識をしていくこと、そういうその意義みたいなことをきちっとこう教えていただくような大学教育が私たちは大変こう希望しますし、そういう人材が世の中には求められているのではないかなというふうに思っています。それから先ほど石川さんがお話ししてくださったんですけれども、行政はやっぱり行政力という力を持っています。それは民間では到底できないことが行政とかはその法というそのものを持っていてですね、それを制定することによっていろんな制限もできる、それから誘導もできる、そういうその行政官としてですね、自分のその置かれたご一緒にすごくこう自負を持っていただいて、それをその将来のためにどういうことができるのかっていうのを模索しながら、上から国からこういう制度ができました、文化財法が変わりました、そういうことではなくて、文化財法が変わったことによって京都の町とか京都の地方に行ってどういうことがそこでできていくのかっていうのを、やっぱり50年後を見越したようなそういう行政プランっていうのを各自きちっと持っていただいて行政に取り組んでほしいっていうのは、それはですね、先ほど縦割りっておっしゃってましたけども、私たちが各その窓口に行っていつも感じることですね。ですので、そのこう各の京都市だったら区役所がありますから、区役所とかそれからその都市計画とか土木とか景観法というのは大体農林水産も全部入っているわけですから、そういったところを全部包括するような、そういうような行政であり、あってほしいというふうに私たちは切に希望をしているわけです。でそしてですね、私たち NPO はですけど、NPO は一番その巷に近いところにいますから、いろんなそういう、将来こういうことが必要なんじゃないかも、それから現実こういうことで民間は持ち主さんは困ってるんじゃないかなというのが直に伝わっていきます。それをですね、いろんなその各部署につなげていくような、そういう役割が私たちの役割と思っていますので、今これ小田原福祉って書いてありますけど、今回その今度4段階になりましたけれども、京都市さん、京都市は文化財ですけれども、文化財、それからもっと景観の方とかですね、都市計画の方とか、それから松島センターとか、それと京都の建築士会という、そういういろんな、各、業界をですね、くっつけていくような役が私たちにはできるのではないかな。それが今は4段階、5段階、京都府見ててもそんなぐらい、お団子にしかならないけれども、それがもっともっと大きくなっていったら、こういろんなものをつないでいくような首飾りの、糸になるような、そんな活動ができていったら、私たちの、NPO としてのイメージもあるのではないかなというふうに、思っています。これはですね、私たちの塾長の中川仁先生が私たちに、期待をしているでというふうに言われている文言なので、これは私の言葉じゃないので、そこの皆さんの自分の中にはありませんが、先生がいつもおっしゃられるのはですね、しかるべきものがしかるべきところにある関係性、先ほどゆかりっていうのがありましたけれども、それをちゃんと明らかにできるような人材が欲しい、それから建造物の形や材料、技法等が由緒正しく受け継がれている、その信証性をちゃんと判定しなさいよ、それから文化財や景観に関する専門的な評価、それから知識を持ってください、幅広い視野と柔軟な発想を持って新たな価値を見出してください、みんなこれがいいねって言ってるのは本当にいいねって言ってるだけではダメですよというようなことですね。持ち主さんも分かってないような価値をちゃんと見つけてお伝えをしなさいということだと思っています。それからその建物にかなった保存と活用、豊かな生活環境の提示、それはそこに住んでいる人たちが豊かになって幸せにならないといけない、ただただそれはビジョンを生むとかそういうことではないよということを、一
つも、まあ、中野先生がおっしゃっておられて、こういったものを私たちに期待をされます。それに全然期待はに応えられているとは思っているのですけれども、でもそれは一人ではなかなかできないことでも、私たちの仲間がいます。仲間と一緒にそのいろんなジャンルを超えてですね、それを一つの案件、一つの地域、一つの町を考えていくことではできるのではないかな。一人でできないことは仲間でやろうということで、こういうことをやっていけるかなというふうに思っています。時間がちょっと気になりますけれども、全国各地で京都も含めてですね、今まで修行した人の事例を少しご紹介をいたします。360何人いる、400人近くいる中の、たったその5人の中の5人さんをちょっとここで紹介したいと思いますが、ですね、まずもう個人名を出して、私たちが人とつながっているので人を紹介していきます。これ人は今池田さんっていう人を紹介します。この人は生まれの2期の中で京都府下に住んでおられます。でこの池田さんは建築士さんでも何でもないんですが、大変人に寄り添うのが得意な方です。でこれは千光寺さんといって嵐山の上の方に小さいお寺があるの、皆さんご存知の方はご存知やろうと思うんですけれども、そこのそれがですね、もう住職さんも下におられた、林さん、住職さんが警護されているような形で、伊勢湾台風というからだいぶ昔ですけれども、でボロボロになった後、一番下のこの写真のようなことになってましてですね、で私たちがさっき初めて行った時もその、ここは掛け造りになってまして、見晴らしがとてもいいんですけれども、手すりの方には寄らないでください。で柱が叩いてるのをこうちょっと止めるのにですね、つっかえ棒をして、それをなんか靴はそこに間に挟んで緩衝帯を設けてたみたいな、すごい状態だったんです。それがいろいろありましてですね、で私たちもその この建物は大正2年のものなんですけど、もともとはこれ1614年に住の蔵料理がこのいろんなその大井川の会社とかいろんなところで命を亡くした方を供養するために建てたんです。大変由緒のあるお寺なんですけれども、場所がですね大変不便っていうのもあってですね、でもその伊勢湾台風で壊れた後も放置されてたっていうようなところを、この住の蔵料理の400年期をやりますとかですね、いろんなそういうことにずっとこうなんていうかな、寄り添ってご相談されたり、私たちをわざわざ読んで皆さんこの壊れたやつ見てくださいみたいなことをいろいろされてですね、で国史家が現れて、でその400年期に合わせて上の写真のように立派になったっていう、本当になんか人が人を呼んできた、で人が物をちゃんと連れてきたっていうような事例として、とても興味深い建物なのでご紹介させてもらいましたし、池田さんそのものの活動もですね、10個ができてからですから10年ぐらいだと思うんですけれども、いろんなこう地に行った時に古文書があります。古文書を読めたらその由緒が分かるのに、何の力は読めへんって言ったところで、古文書講座っていうのを立ち上げましてですね、研究会を立ち上げて今もずっと続けて、私たちもその古いお家に変学が読めへんって言った時に写真撮ってきて、池田さんにメールで送って、これちょっとなんて読むっていうのを聞いたり、そんなことをしてくださっている彼女です。これは、福田さん、福田さんは転勤族で設計事務所に住んでおられる方で、で、京都や大阪の設計事務所にいた時にこの建物に編まれてですね、これはノートルダム女学院高等学校や中学校の校舎を会社として出会ったんですね。
改築をしていくために除却をしてくださいということで、洋館と和館を除却をして、でその建物を整備していくというのを会社で受け張ったそうです。でもそれを見たときに、皆さんと意見を交わして、こんな建物なくなっちゃうんだけどということで、じゃあその最後のお別れ会をしましょうみたいなところから、活動されて、で2年間をかけてですね、その校長先生を説得してといいますか、地元部に仕事として入ってきたものをやっぱりなんか返却しちゃうみたいな感じになっていくんですけれども、もちろんあのところは市会執行者やったんですけれども、2年かけてその解体を中心させた、そういうようなことがやっぱりこのみんなの力といいますか、福田さんの力でもあったし、皆さんに見てもらって、なんかいいねいいね、これはすごいねって言って、それが存続につながったというので、これは町を挙げて建物で、今あの今日の、冬の旅とかそういったところで、見学コースにも入れられるようになってですね、先般校長先生から福田さんの方に連絡があって、今年は600人来はったとか、中でこんなに普通の学校の奥の建物にこんなにして人が来るなんて信じられへんって、でも本当に感謝のお電話があったそうです。ということで、この一番右下の写真で洋館と和館がああいう形で連なっていくっていうのがそのまま残って、その中を回収されて、ただもうちょっと手を入れてほしいので、なんか欄干も落ちたかな、なんかいうとこだけは次の工事のために残しておきますって言って、残してありますって言っては言うてあります。それから次は前崎市の大竹さん、大竹さんもですね、本当に前鶴の中ではこの間も前鶴に行ったんですけど、本店の若社長なんですけど、その本業も本業なんですけど、町づくりに大変奔走されている方で、これは、再管案というのをみんなワークショップとかなんかで再生されて、で、貸しスペースにしたり、こうやって寝られるようにして、ゲストハウスにしたりして、空き家の利用をされていたり、それからこれはあの銭湯なんですけれども、こういうその非洋服洋館というか、そういう建物の一つの場、これは文化ではないんだろうかというところから提案されて、これは国の登録文化財にも、全国で6件目の銭湯の登録文化財にしたということで、これは若野屋さんという方だったと思いますけど、これ、もう一個、なんか、どう忘れちゃったけど、また近くに銭湯がありましてですね、そこと一緒に、そこも今度、登録文化財になるそうです。なので、こういうその銭湯のその文化をもっとやっぱりつないでいきたいということで、この銭湯のそういったものを登録にするだけではなくてですね、こんなグッズを開発したり、それからホームページで、を作って皆さんにお知らせしたりという、そういういろんなそういうソフトなところまで、発信して、で泊まった人には銭湯を紹介をするというような銭湯ツアーをやろうとかいうので、大変街の中を歩いても、いや大竹さんみたいな感じでいろいろ声掛けをしていただいたという、街の、だんだん著名人になっているのかなっていうようなところがあります。なのでそういう形で大竹さんを紹介しました。でそれからこれ川野さん、川野さんは一度同期で勝豆の2期で、もう本当に14年ぐらい前になるんですけれども、九州の方です。この九州で大分の方なんですけれども、この方もですね、熊本の地震の時にはもういち早く駆けつけたというような方で、大変その地域の中ではもう本当に町を歩けば河野さんって言わせてこう声掛けされるというような方です。これはプラなんですけど、この一帯はそこにプラがずっと並んでいるような地域ですね、竹田市なんですけれども、工場の地で有名な
ロック町ですけれども、すごい本当に小さい町なんですけれども、こういう蔵がたくさんあります。武家屋敷もありますというので、そういう武家屋敷とかこういう蔵をですね、次々と改修しては登録文化財にしていくっていうのをずっとされていましてですね、本当にこの小さい町でどのぐらい登録文化財があるのかなっていうぐらい起こるんです。これほとんどが加藩さんがいろんな関わってされています。でこれはですね、ボロボロやったその一番南の橋のようなもう倉庫につながって使われていた元は米蔵、それから銭湯に使われた、で倉庫になってたという建物を再生した事例で、今、食堂併用の、ギャラリーとして、再生しまして、あの寄席とかですね、なんかそういう落語とかそういったものをされていて、町のに、まあ、役立っているというようなそういう事例でした。それからこれは徳光さんです。徳光さんは、奥さんです建築士の資格を持ってはったと思うんですけども、建築 の, あのそういったことには関わってなくて、でもやっぱり建物が好きということで、されている方ですけれども、醍醐におられて、醍醐の町づくりとかいうのは醍醐ではなくてもう有名人です。で彼女はですね、この建物にあった時、黒田材木店さんって小さい材木屋さんだったんですけど、これがあの訳があって解体をしてしまわないといけないということで、いろいろ奔走したんですけれども、結局は解体をあのせざるを得なくて、解体してですね、これ一番左の端にあるような小さい事務所棟だけをまたあので作ったということなんですけれども、ここに書いてありますようにですね、この1から7までまずその解体の情報が入ってきたというところから、いろんな努力をされました。で結果的にはですね、この上にありますように、この建物 の, その中にですね、この材木屋さんの中にこの、工芸だろうか、大工であろうかというような、そういうような部屋というか、そういう建物が作ってありましてですね、その作家がですね、大浜常泉さんっていうその大工さんだったらしいんですけれども、大変それを失ってしまうには惜しい技法がたくさん使われている、材料も大変込み入ったものが使われているということで、それを皆さんに見ていただきたいということで、そういう展覧会をされました。展覧会の時の図録っていうのを、その下のその長崎色の図録なんですけど、大変立派な綺麗な写真を撮られてですね、それを図録にして、でそういうこうお別れをするというのをこうされた方です。で私もその展覧会に行ったんですけど、その時黒田さんがいらっしゃってですね、大変その徳光さんに感謝をいただきました。それが大変こちらは嬉しかった。で亡くなってはしまったんですけれども、その各使われてた部材はいろんな方に譲ってっていうね、すぐ使ってもらったりして、それで今度新しくあって小さな事務所棟ができたんですけれども、そこにもまたそれをまた再生して使いましたということで、ご報告の報告書にもいただいた。でそういうことがそのお節さんに寄り添えたというのでは、本当にすごい人やなということで、ここでご紹介をさせていただきます。それから最後になりますが、これは先般前のシンポジウムの時に発表された笠原さんが今関わってくださっている、藤竹住宅です。笠原さんも大阪でも、それから彦根でも、いろんなところで町づくりとか、いろんなところに関わってくださる、私たちの古材文化の会でも理事でもありますし、大変力のある設計者でありますが、今古材文化の会で、もう古材文化の会発足の時にから因縁があるようなお家なんですけど、そのお家の再生工事を彼に担当してくださっています。でここにありますようにですね、今回この建物が空き家になってちょっと久しいということがあってですね、大変老朽化してきた、随分地盤沈下もしてきた、
それはそうやろうねということで、この右下の写真にあるように壁のところの柱がですね、裏側が大壁になってたんですけども、大壁で壁がくっついてたところが全部ずっとこう本当創業当初のように腐り落ちてた。で、地盤にその水が入ってくるんだよとかいうことで、隣にちょっと盛り土をして、水が入ってこないようにした。その盛り土が邪魔して腐ってましたみたいなところがありましてですね、こういう形で本当に丁寧な改修をしています。先般この一番左のところは見学会をしたんですけれども、こういう仕事をですね、やっぱり若い人にも見ていただきたい、で、その職員とも話をしていただきたい、そういう場所をやっぱり私たちやったら提供できるというのがありますので、こういったものを大学生の方とか、それから建築を学ばれている方とか、この保存なんかも今の保存じゃないですよ、本当にあの私たちが見たこともないのか、今の同じ適材に出会いにしてもそこまでの保存は作りませんよっていうようなことを使いながら回収してくださっているというボランティアさんですね。で、そういった人たちと直に話していけるような場を私たちがだからこそ提供ができるし、それを行政とか学校とかいろんな 方と一緒に、こういう一つ一つの現場を体験していただいて、スキルを上げていってほしいなというふうに思っています。で、こういう形で、事例を紹介させていただきましたけれども、元は私たちは形あるものが大事ということで、いろんな本当にこうストックヤードを設け、何かを渡したいと思ってやってきた。でもやっぱそれをするには人が大事ということで、人を養成を大変小さい私たちの NPO の中では、他の活動もちょっとやってるんですよ。やってるんですけれども、エネルギー要素の人材養成というところに追い込んできました。でも人がある程度できてきたら、やっぱり物も大事なので、物と人はやっぱり両輪で動かないと、建物は人がこその建物ですし、人はやっぱりいい場所でいい仕事を捕まえていかないといい生活はできません。なので、人と建物はやっぱり両輪で動いていかないといけないねっていうところで、来ましたので、もう一個加速ですけど聞いてください。これはですね、先ほどこれもちょっと書きましたけれども、もうこれ14年ぐらい前に提言したものが、環境面で言いますけど、環境のその環境政策提言を出したときに、優秀賞に選ばれたというのを、私たちはまだ気づこうですね、諦めていないんです。それはなぜかと言いますと、京都はですね、やっぱり木造の街ですから、木造文化を全国に、世界に発信していかなければならない、そういうその責務を持っているというふうに思っているんです。で、それにはですね、そういった場所がいるんではないか、人が集っていろんなジャンルを超えた人たちが、世代を超えた人たちが集まれば、そういう場所が絶対必要だね。で、私たちはですね、この学会になっている所有者さん、地域住民さん、それが一番まあ大事なんですけども、それに私たちがサポートするような工務店さんなり、設計者であったり、大学であったり、いろんなそういったところをずっとつないでいける、このずっとつないでいけるのが私たち NPO ではないかなということで、先ほどのお団子から首飾りの人まで人になりたいと思っているのはこういうことなんですね。ですので、まずこれを、ちょっとしつこうにまた言っていったら、なんとか人材をする時のように形になっていくのではないかな。これをもうちょっとバージョンアップ、スクラップしながら提言をしていけたらいいなというふうに思っています。ということで、つないでいきたいものがある、人がいる、人がいるっていうのが私たちのキャッチフレーズ。ありがとうございます。